今回のプレゼントはこちら、アメリカノースカウンティお土産セット、 T シャツや帽子など1名様にプレゼント。応募方法は動画の後半に出てくるから最後までチェックしてね。サマースト水マリンちゃんのプレゼントの後、ドキドキ水着ナイスクイズ。チーム分けはご覧の通り、罰ゲームをかけてクイズスタート。それでは本日の内緒クイズはこちら。本編編集中、ディレクターが海の雑感を選んでいると、映像の音声にカメラマンのダジャレが入っていました。問題、一体どんなダジャレでしょう。映像の音声に入っていたカメラマンのダジャレとは一体何でしょう。青いね、はい、青いてる彦いいですよ、いいですよ、そういうこと、そういうこと。サン、サンディエゴ。おお、危ねえ、危ねえぞ、危ねえぞ。え、わ、違いますけど来てるんじゃない、はい、お疲れサンディエゴ。お疲れサンディエゴ、違います。はい、遠くないんだな、はい、お疲れ様です。ダジャレじゃねえよ、ダジャレじゃないよ、ね、仕事中だよまだ。ダジャレ、え、お疲れサンフランシスコ。関係ねえじゃん、もっと上の方だよ。そう、シンプルに。あ、何でしょう。シンプル、シンプルです。ビーチク出てるね。ダジャレじゃねえじゃん。ダジャレは入ってないけど、ビーチ、ビーチみたいな。あ、ビーチ、ビーチみたいな。うまいな、タンサンディエゴ。炭酸飲んでないです、その時は。1G サンディエゴ。正解。やったー。もう正解は1、2、3、4、5の代わりに言ってるんです。5もね。正解は1、2、3、4、5、サンディエゴでした。ということで、大竹亜美チームの勝利。アンジェロセイラチームは罰ゲーム決定。今回もこちらのパチンコ台を使って罰ゲームを決めちゃいます。それでは罰ゲームチャレンジスタート。久しぶりに。果たして今回の罰ゲームは。おっと出た。ということで、体に謎の虫に罰ゲームが決定しました。なんかね、育ってんのかなこれ。どんどんでかくなってる。さあ、くっせえ。それでは罰ゲーム執行。じゃあそのままもう2人同時に行こう。お前ダメだって。デコピンで頭止まる。はい、これこれこれ。頭もいかないと。じゃあせーのでね、せーの、全部入れなきゃダメ。全部、全部いった。くっさ、噛んでね、噛んで、はい、この声が嫌い。この声が嫌い。この声が嫌い。よだれ、よだれが垂れてる。もう尻尾、なんかビターチョコレート。え、何？違う、違うよ。おかしすぎでしょ。味覚おかしいよ。味覚がおかしい、うん。それではプレゼントの応募方法をお伝えします。今週の罰ゲームは何だったのかを明記の上、ホームページからご応募ください。以上、サマーズと水マリンちゃんのプレゼントが当たるドキドキ水着伝大食いでした。